仮面ライダーガイムのチョコボールがついに発売されました。中は普通のピーナッツのチョコボールなんですけども、当たりが出れば、なんとこの、金色のサウンドロックシードセットというものが、もらえるんですね。合計で3000名様です。ということで今回はドンと、1ケース、買ってきました。まあ、おそらくレオンチャンネルが、シリーズ化するであろう、この仮面ライダーの、ピーナッツボール、仮面ライダーのチョコボールですね。果たして1ケースで当たるのかどうか、ちなみに私はシリーズ化する予定はありません。まあ、当たったらねレビューしたいと思いますが、では今回の動画では、この、1ケース20個、全て開封して当たりがあるかどうかを見てみたいと思います。はい、じゃあ家族総出で、はい、開けてくれ。はーい、どこで、ちなみにこれどこについてるの、あれかな、金のエンゼルマークでしょ。そもそも何が当たればいいの。おお、それがこの金だったら当たるの。あ、これですね。ここを開けると応募券が普通ついてるんですね。で、これが金の何、ロックシードマーク。これは金じゃないんだよね。これが、金色のロックシードのマークだったら当たりってことですね。ちなみにタイムもある。あ、本当だ。応募券は、ロックシードだったり、ガイムの顔だったりいろいろあるみたいです。はい、これダメ。はい、ダメダメ。はい、ダメダメ。まあ予想はしてたけど悲しいな。応募券、はい、応募券、はい、全部応募券、はい、応募券、はい、応募券。やばいよ、ちょっと待って、残り4つだよ。応募券、これもダメ。はい、はい、これが最後ですね。はい。ダメだね。ちなみにこのレビュー中にすでに何箱か空いてます。はい、ということで全て外れとなってしまいましたが、このキャンペーンの説明を見ると、マークは2種類あって、ロックシードマークなら1枚で、ガイムマークなら5枚で、一口で、抽選で当たるということなんで、ガイム、今回ねガイムの方が、多いのかと思いきやロックシード結構出てるんですよね。ということで、ロックシードは一口、ガイムは5枚集めて、応募したいと思います。中身のレビュー忘れてました。チョコボールはこんな感じです。中はピーナッツが入ってサクサクした感じですね。おなじみの美味しいチョコボールです。これなら何個でもいけますね。このチョコボールが食べ終わり次第、次買いたいと思います。以上、仮面ライダーチョコ、ピーナッツボールのご紹介でした。